ホークスマリーンズの最終24回戦です。ホークス先発はオーバー投手1回です。ワンアウト1塁3塁から大松の打球をセカンド本田がタイムリーエラー、マリーンズがノーヒットで1点先制です。その裏ワンアウト1塁3塁から大峰を攻めて小久保ショートゴロ、この間にランナー1人ホームイン、1対1の同点に追いつきます。3回の表ワンアウト一塁から大松、この当たり右中間オーバーフェンス直撃のツーベースヒット、センター長谷川のエラーも重なってランナーホームイン2対1です。さて3回に来ました。ワンアウト三塁からオーティズのレフトへの犠牲フライ、ホークスが再び同点に追いつきます。4回の表ツーアウト一塁二塁から平内レフトへタイムリーヒット、マリーンズが勝ち越し3対2です。ツーアウト満塁となって上内へスイッチ、大松この当たり初球をライトスタンドへ18号満塁ホームラン、この回一挙5得点7対2大きくリードします。4回大峰オーティズセンター前タイムリーヒットを打たれまして、ホークスが4点目を入れますが7対4。そして9回はシコースキー5番手です。2アウトランナーなしから小久保ライトフライでゲームセット、7対5でホークスをマリーンズが下しました。